前回までのあらすじ、死の淵から生き返ったマーカスは人間のふりをして人間としてね生きていくことを誓いましたとさ。どうすんのかなマーカスの後、やっぱりね、おジャパニーズガーデン、ほら、おジャパニーズガーデンのジャパニーズハート、ほら邪魔だハート、アンドロイド様のおとりだ。いやでもマーカスの後どうなってんのか気になりますね、やっぱりねえ、なんだっけ、ラルフだったか、あの狂ったアンドロイドを集めて、でホワイトハウスを襲って、でメディアとかも襲って、アンドロイド帝国を作り上げんのかな、鉄腕オータムの青騎士の話みたいに。だいたい、うん、鉄腕アトムにあったんだよな、そういう話。鉄腕アトムではなんか青騎士っていうね、このロボットが、ロボットを集めてなんかロボット帝国を作るみたいな話があったんですよね。マーカスからはそういうバイブスをちょっと感じましたね。コーナーは何しに来たの？アマンダを見つけるって、誰誰アマンダって。アマンダといえばソーの悪役。ジャパニーズガーデン歩かせることで有名なアマンダ。あ、いたいた。アマンダー、おひさー、コナーだよー、コナーだよー、コナーっすけど。こんにちはアマンダ。こんにちはアマンダ。コナー、会いたかったわ。知り合いだったんだ。うわ、また愛想笑いして。よく変異体を見つけてくれましたね。あ、もしかしてサイバーライフの偉い人、もしかして。でも変異体とは不安定なもの、もっと用心すべきでしたね。話を引き出せると思ったんですが。絶対嘘でしょ。絶対嘘だ。最初から殺すつもりだったじゃん、このコナーって人。知ってるよ私。こいつがサイバーライフの社長なんだな、きっと。かなりの困難を伴ったようです、ね、こいつきっとアンドロイドだぞ。変異体をどう思いました？変異の兆候。変異の兆候が見られました。不安定な認識、予測不能な挙動、人間のような感情の模倣、死を怖がっていた。明らかな機能障害です。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？あいつはクズ人間だ、やりづらい。プロ意識に欠ける人物に見えます。本当だよ。依存症の傾向が見られ、規則を軽視し、アンドロイドを毛嫌いしています。そのため非常にやりづらい。本当ですよ、変えてくれ。残念ながら協力し合うより、もっといい人いるだろ、右京さんとかにしてくれ。どう接するつもりですか？無視する。彼のことは無視して捜査に集中します。邪魔されず衝突を避けられさえすれば問題にはならないでしょう。そうっすね、コナーの方が優秀だからな。兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。へえ、こんなんでも最先端のプロトタイプなんだ。お任せください、アマンダ。急ぎなさい、時間がないわ。時間がないわ。お？セントラルステーション。何なんだろうな、時間って。何の時間だろう。オーダー66までの時間かな。ご用件はアンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。はいよ。あ、目でやり取りができる。目でやり取りしたりさ、手でやり取りしたりするのはあれなのかな。やっぱ最新型の、あ、高いロボットは目でやり取り。いやでもそういうわけでもないのかな。このニュースとか気になるんだ。あ、お、なんか、あれ、あれ、
双方に損傷や負傷者はないとの確認。壁の男コナー国防長官であるデニス・リグス氏はこれ以上過剰な挑発を、こういうニュースとかね見たいんですよね。北極圏に面する国、とりわけスウェーデンとカナダ、この両国は速やかに国際会議を開催し軍を撤退するよう呼びかけています。ロシアとアメリカが、モスクワもワシントンも沈黙を守っているようです。うん、ロシア対アメリカか。状況の変化が確認され次第、あるあるだな、 SF あるある。お知らせします。だいたいアメリカか、アメリカ対中国、もしくはアメリカ対ロシア。アンダーソン、アンダーソン警部補のデスクを教えてくれ。あちらのデスクです。 PM700 RK800 型番が分かんねえな。こいつは人間か、こいつは人間っぽいな。ほらほら、邪魔してやるよ人間。あ、なんか動かなくなっちゃったシステム壊れたのかな。お、頑張って仕事してるね君たち。あいつは PC200、数字が高ければいいってわけでもないのか。ちなみに他人のデスクも漁れんの、漁っちゃおうかな。ポ・ブラウン、ポじゃねえか、ポリス、デト・リード、デト・デテクティブ・リード、 PO ってなんだ。ポリスじゃないよな。お、ザコロボットやん。 PM700 型、こいつは PC200 型、2035年1月2030。やっぱ番号が高い方が強いロボットなんだよな、こいつ。え、警察のロボットってみんな同じ顔なの警察、いやー役所仕事、役所仕事だな、なんかが役人の仕事って感じ。こいつもじゃああれか、ほらPM700 で同じ顔。いやー役人仕草、役人仕草。アンダーソンの、待って、アンダーソンのデスクどこだっつったっけ。こういう、なんかこういうどうでもいいことばっかりねやってるからね話進まんだよな。アンダーソン、アンダーソン、アンダーソン、あ、こいつか。いたずらしちゃうぜ、いたずら。すみません、警部補はいつも何時頃到着されますか。前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。早く懲戒免職しろ。座っちゃおう。新しい職場を探索する。アンドロイドに探索も何もあんのか。最初から地図がこうあったりしないの。所長は今は会えないか。何を調べてんだろうな、何を調べてんだろうな。どうせ変異体だろ、街中変異体だらけなんだろ、知ってるよ。あれは変異体か。よー、どうした変異体、なんかしようぜ。うん、くそ、どうした変異体、なんかしようぜ。おい、ん、何見てんだ、お前が何見てんだ。文句あんのか、お前が文句あんのか。アンドロイドのクソが、人間のクソがよ。さてOBS ルーム、レストルーム、わかんねえな。 OBS オブザーバー、わかんねえ。ブレイクルーム、よう人間おい見ろよ、みんな大好きプラスチックデカのお戻りだぜ。昨夜はお見事だったね、ほんと最高。お前も、お前が邪魔しなければ何か聞き出せてたのにな。お前も同じ目に合わせてやろうか。自己紹介してみるか。こんにちは、私はコナーです。お前みたいなのは初めてだ。型番は RK800
プロトタイプですよ。RK800。プロトタイプね。アンドロイドデカだぜ。いつか俺たちに取って代わる。そうなんだ。おい、コーヒー持ってこいよ。あー、そっか。さっさとしろ。アンドロイドやん、バーカやんねえよ。私はアンダーソン警部補の命令しか聞きません。そうかい。なるほどね。あ、お、やってやろうか。人間に命令された。お前もマーカスにみたいに違うわ。レオみたいにしてやろうか。邪魔するなよ。次はただじゃ済まねえぞ。それこっちのセリフだわ。レオみたいにしてやろうか。絶対許さねえ、あいつ。こっそり後ろから撃っちゃおう。サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されていますが、うんうん、犯罪捜査を担当する許可がアンドロイドに与えられたのは今回が初めてのケースになるかもしれません。この件に関してサイバーライフに取材を申し込んでみましたが、回答は得られませんでした。人間の仕事がどんどんなくなってるってことなんやな。人工知能が執筆した初の書籍がつい先日発売開始となり、非常に大きな成功を収めているとのことです。人類は哺乳類羊の夢を見るかはベストセラーのトップに上り詰めました。人類は哺乳類羊の夢を見るか。第一作らしからぬその深い思想と独創性を称賛しています。サイバーライフが設計した気になるな。ニュースニュース、ニュース、こういうゲームのニュースをずっと見てられるな。5ヶ月にもわたり分析した後、複合アルゴリズムで小説の構想を生成するそうです。専門家の分析によると、人間の作家がこれらのアルゴリズムに対抗するのは極めて困難で、おそらく今後、出版される本の多くは人工知能による作品になるだろうとされています。なるほどね。なんかこういうのに対するアプローチは、やっぱりいろんな SF でもあるけど、例えば愛の遺伝子とかは人工知能に頼っていい割合みたいな感じのことを決めてましたよね。タンクのデスクに戻る。そろそろ帰ってきたかな。いねえじゃねえかよ。全員コナーに置き換えたらいいんだな。っていうか、あ、来た、酔っ払いがよ。光栄です。だが嘘だろ。タンク、オフィスに来い。あと5年もしたら、あそこにあるやつ全部ね、コナーになるわけでしょ。それまでの辛抱さ、ハンク、お前もすぐお役ごめんさ。んで、あのデモ隊の一人になるんだね。毎日10件もアンドロイド絡みの事件が舞い込んでる。そんなに。昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとかその程度だった。それが今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな殺人事件まで起きてる。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。アンドロイドによる犯罪は犯罪ではないのか。の関連性を調べてほしい。待ってくれよ。なんで俺が担当なんです。俺なんかよりこの事件に向いてる奴は山ほどいるでしょ。俺はろくにアンドロイドのことも知らなけりゃ、携帯だってろくに使いこなせねえってのに。そうなのか。みんな手一杯なんだよ。今なんかそれにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。まあこいつはね、サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。ああ、もういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。ハンクはなんでここで働いてんだ。ジェフリー、なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと。ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。まあ多分あのコナーの量産がね開始されたら、ハンクがまず一番最初にね変えられるんじゃないですか。チームに加われて光栄です。必ずや最善を尽くして。出るときドアを閉めてってくれ。
ね、デトロイトのやつら早くか西海岸か東海岸に行けば、西海岸か東海岸の方では多分アンドロイドもねある程度人権が認められてるに違いない。さあハンクにジアルしに行こう。お君どんな気持ち、どんな気持ち。一番は何なんだろう。理解を示す合理的な態度、建設的な態度。はあ、理解、合理的でいくか。いいですか。私が嫌いだったとしても協力し合わねばならないんです。だからお互い努力をしましょう。パートナーになったことですし仲良くしませんか。ポジティデスク、どこかに使ってもいいデスクはありますか。そこなら空いてるぞ。こいつもデスク必要なんだな。アンドロイドは別になんかデスクなくったってさ、頭の中に仮想空間をこう展開してその中でねいろいろ調べるとかできるんじゃないの。そういうわけでもないのか。出勤時間、あなたはいつもこのくらいの時間に出勤されるんですか。うるせえアンドロイドだな。俺は好きな時に出勤する。いちいち余計なお世話なんだよ。そりゃそうだ。ファウラー警部、ファウラー警部誰だ。ファウラー警部とは長いんですか。ああ、嫌になるほどな。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。アクセスします。お、すごい。ふんふん。いつも通りアンドロイドを家に残して出勤したが、帰宅したところアンドロイドが失踪していた。はーん。アンドロイドの関与あり。被害者はチャンバーレイン通り842番にあるレストランチェーン店ファーストコニードックでウェイターとして働く AV500-234777821 に襲われたと主張している。被害者によるとアンドロイドは現場から逃走する前に突然被害者を突き刺し首を絞めた。はーん。所有していた AP700 に襲われた。逃亡前に複数の部屋を荒らしている。被害者であるエデンクラブのマネージャーは成人用アンドロイドの失踪を通報。アンドロイドは客を家まで送り届けてそのまま失踪したものとみられる。あ、全ファイルスキャンボタンもあるんだ。これ何？殺人未遂失踪。レオ・マンフレッドは父親カール・マンフレッドの自宅で意識を失った状態で発見された。カール、これさっきのあれじゃん。アンドロイドはプロトタイプとされ、現場に駆けつけた巡査に破壊されたとのこと。はーん、サイバーライフ。へー、マーカスって、プロトタイプだったんだ。やっぱ金持ちのアンドロイドはちげえなって思ったら、マジで違ったみたいですね。カールはじゃあ、サイバーライフとある程度つながりがあるのか？殺人未遂なのか。でも死んでないのかあいつ。なるほどね。こいつは被害者は所有してきた AX400 型に襲われた。数日前に修理から戻り過去にも敵意の兆候が見られた。はーん。 AX400 型、 WR400 型、 AP700 型、 AV500 型。ふーん。もっと見たい、もっと見たいけどファイルスキャン。243件も。1件目は9ヶ月前です。全然操作してないじゃん。デトロイトで始まり急速に国中に広がっている。ウイルスじゃねえの。 AX400 型が昨晩人間を襲ったそうです。そこから操作を始めると良いかもしれません。カーラの事件かな。攻撃機に訴える。今のこの状況が気に入らないのならあなたから上司に私には他のパートナーをあてがえと言えばいい。どうすればいいかくらい分かってる。余計な口出しはするな。俺のことはほっといてくれ。
アンドロイド嫌いなんだな、この人。ロジャーラビットのあいつみたいな感じで、昔はアンドロイド大好きだったんじゃないの。辞任を進めてみるか。もっと有能な人間にこの操作を任せて、ご自身の問題を解決してきたらどうですか。いや、攻撃的なアンドロイドだな、こいつ。いいか、てめえ。俺の好きにできるなら、お前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。お三人間か。昨夜男を襲った AX400 型の情報が入りました。現場はレイヴンデールのようです。ああ、わかった。いや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 。いや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 、ハンク。あ、終わった。ハンクが手掛かりを終えた。結局これ見ると、ハンクは絶対怒るんだな。ハンクが手掛かりを得た 97%。これ自分でも何か手掛かりを見つけられるのかな ?99% がさ、ハンクがファウラーのオフィスから出ていくじゃん ?1% はなんかあのオフィスの中で留まるってこと?で、みんなで一緒に楽しくドーナツ食べようねみたいな。アマンダを見つけない選択肢もあるんだ。ソフトウェアの異常ってなんだ?気になる数字がたくさんあるな、このゲーム。なんか裏の世界情勢とかもすげえ気になるし、最終的にはやっぱりロシアとの何核戦争とかになるのかな。この時代だったら核戦争じゃなくてなんか反物質爆弾とかかな。まあどっちにしても話の続き気になりますね。気になる人はチャンネル登録お願いします。それではまた次回。